バックハンドボレーも手首であまり、こねないように、まあ、リストはフォアハンドと同じく、固めるイメージ、テイクバックもあまり自分の体の後ろに引きすぎないように、気をつけています。それからあとは体の、開きを抑えるために、打った後もちょっと顔を残すような、イメージを持つと体の開きは抑えられるので分かりやすいかなと思います。それからしっかりボールのいい位置に入るというところでは、バックハンドボレーの場合は、左足を飛んできたボールのところに合わせるようなイメージを持つと、分かりやすいかもしれないです。バックハンドローボレーも、基本的なポイントはフォアハンドのローボレーと、同じになってくるんですけども、やはりボールの軌道が低くなるとどうしてもそれに目線を合わせようとすると体が折れてしまうので、そうするとやっぱミスの原因にすごいつながってきてしまうので少し大変なんですけども、足を前にしっかり出して動いて、打つということが必要になってきます。それから、私もボレーはローボレーの時は両手でやってるんですけど、力のちょっと足りなかったり、まあ、女性の方とかは少し、打つ瞬間までは左手を添えて左手の力も利用して打つようにすると、ボールに対して力負けしにくくなるので、ローボレーでもうまくいきやすくなると思います。バックハンドのドライボレーも、他のストロークだったり、フォアのドライボレーと同じく、しっかり最後まで振り抜くことを、特に意識をしています。ただ、バックハンドの高い打点の場合、フォアハンドに比べて、まあ、利き腕じゃない方のショットなので少し力が入りにくいので、あまり打点が高くなりすぎないように、肩より上になってしまうとどうしても窮屈に感じてしまったり力が入りにくかったりして、しっかり最後まで振り抜くことができないので、フォアハンドのドライボレーの時よりも慎重に自分の力の入る位置だったり、高さで打てるようにフォアハンドよりも慎重に細かく、動くように意識をして、注意して打つようにしています。